はい、どうも、車課長はワンソクチューブです。今回は、レクサス NX350 で行く、山陽山陰の旅、何回目かはちょっとわかんないですけども。3泊目をですね、山口県で、しまして、大谷山荘という結構いいお宿、泊まらせていただきました。一人一泊結構3万円ぐらいする、いいお宿でした。夜ご飯は、和風の懐石料理、朝ご飯は、ビュッフェ形式でしたけれども、夜ご飯もねすごく良かったですね。行きはアワビの、蒸し焼きとかですね、バター蒸し焼きみたいなやつとかですね、お刺身のお作りも美味しかったですね。島アジとかも出ましたし、あとやっぱ山口といえば、酒どころということで、まあ獺祭をはじめですね、タカとか、東洋美人とかガンギとかね、いっぱい美味しい地酒があるんですけども、中でもまあちょっと飲み比べセットみたいなものをですね頼みまして、その後ねプレミアム飲み比べセットみたいなのを頼んで、獺祭のね磨きがさらに細かくなったやつ、 39% まで磨いたやつ、あとはね東洋美人、私結構好きなんですが、東洋美人とかね、あとガンギが入っているプレミアム飲み放題飲みまして美味しかったですね。で、今日はですね、山口県を出まして、次の目的地島根県玉造温泉を目指すと、まあ、その道中ですねちょっと、萩市の市内をいい感じの景色があればですねそれを撮りつつですね、岩見銀山を経由して、玉造温泉目指していきたいと思います。それでは出発。今ねもう宿はチェックアウトしてですね、最初のコンビニで、コーヒーなどを買って走り始めてるという感じです。ガソリンがまた心もとなくなってきているので、給油してからまた、行きたいと思いますが、今回563キロ走ってですね、残りの走行距離が可能距離がですね73キロと出ていますので、まあ636キロ、この計算だと走るというふうになってますが、まあ、このぐらいね630キロぐらい走ってくれたらまあ文句もないですよね。はい、今ねガソリンを入れたところですけども、満タンに入れてですね、残りの航続可能距離が543キロと、出ています。まあ本来的にはね600キロぐらい走れるぐらいの燃費が出てたかと思うんですが、まあ543キロということですね。まあ E ランプがついてから給油したわけではないんで、ガソリンの入った量っていうのはあまり参考にならないかと思うんですが、まあ満タンで543キロと出てるんで、もうちょっとねやっぱね、走るといいなと。600キロぐらいは多分走れる、650キロぐらいは走れる計算だとは思うんですけどね、高速だけを走っていると。で、今のね通算平均燃費がリッター 11.2 と出ています。まあこんなもんかというところですね。高速だけとね、最近ずっと今回の、山陽山陰の旅はですね、比較的高速が多いのでもうちょっと燃費が出てるといいなと思うんですが、給油後平均燃費がもし表示されているんだとすればもうちょっと燃費いいと思うんですが、通算平均燃費しか出ないんで、ちょっとその辺がねやっぱり 何度も言ってるようにインフォテイメントの情報量が少ないなと思うところですね。まあじゃあこのままとりあえず、島根県目指して、萩市の市内を、通過しながら岩見銀山目指していきたいと思います。およそ400メートル先、右方向です。人力車がいるよ。はい、萩の、博物館周辺にやってきたんですが、ちゃんと目的地を調べてこなかったので、およそ500メートル先、右方向よくわからないという状況ですが、ちょっと歴史的な城下町風の建物とか街並みが見れればなーっていうような感じで来たんですけども、まあでもなんかそれっぽい感じではあるかなと。ちょっと人力車を避けて、走って行きますが、この辺は本当はね車を駐車場に停めて、街ぶら歩きをすると良さそうな感じではありますね。こういうところを走ってるNX とか撮ったらかっこいいんだろうなぁと思いつつも、揚地区、あ、城下町、あ、いいですね、案内が出てますね。じゃあそこ曲がっていきましょう。おお、なんか城下町っていう感じの道は走っていますが、一方通行ですね。城
高町の方っていうふうに書いてあったけど、やっぱさっきのところ左折するのかな。歴史的な感じはありますね。いやちょっと時間があればね、ゆっくりカメラ散歩とかしたかったですが、ちょっと今回も移動距離がですね、1日の移動距離が400キロぐらい走らなければいけないということで、今回は結構な弾丸ツアーなので、ちょっとゆっくり行くのは断念という感じですかね。また機会があればちょっとじっくり来てみたいですが、ここまで来るのにね、1000キロ走ってますので、なかなかおいそれと来るわけにはいかないですが、今度もうちょっと拍数を増やしてですね、移動距離を少し、一泊あたりの移動距離を少なくして、散策してみたいと思います。じゃあ次、もう早速石見銀山の方に進んでいきたいと思います。はい、今ですね、三萩海浜公園と呼ぶんでしょうか、なんかちょっと綺麗な公園があったので、ちょっと止めてみました。で、この近くにね、ちょっと造船所跡があるということだったんですが、ちょっとなんかうまく見つけられずにですね、通り過ぎてしまったんで、ちょっと戻って、見てみたいと思います。結構産業遺産好きなのでね、まあ、それにしても結構ここの海綺麗ですね。山口県日本海側の海は綺麗ですね。本当に癒されますね。はい、ちょっと、この先造船所寄り道して、石見銀山行ってみたいと思います。はい、造船所跡というところに来ましたが、果たしてどんな感じなんでしょう。まあ、海の際、ここだったらなんかいいロケーションで NX 撮影し放題な感じもしますが、ちょっと先を急ぐゆえですね、一応駐車場もちゃんとありますね。なんでちょっとここ止めて、造船所あっと、行ってみたいと思います。はい、恵比寿ヶ花、造船所跡というところになってきました。ですね、なんかもう跡地しかなくてですね、このドックのところだけがまあ石が残ってるという感じらしいんですが、とはいえこんな感じでございます。ロシア式の造船技術とオランダ式の造船技術を両方使って作られていた、珍しい造船所あとということなんですが、ほぼ喪失してしまっていて、この辺に何かが立っていたであろうというロープと看板だけがあるんですが、実際はですね、空き地と岩という感じにはなってますが、眺めは非常に良いです。はい、今ね、恵比寿ヶ花の、造船所跡で、見学して写真を撮ってですね、海と NX の風景が撮れましたので、撮れ高も OK ということで、ここから、石見銀山進んでいきますが、ちょっと到着時間が怪しくなってきた。すでにもう今1時近いんですが、到着が3時半ぐらいになっているということで、宿まで果たしてたどり着けるのか問題はありますが、ちょっと頑張って、行きたいと思います。今回はね、NX とロケーションを撮るというフォトジェニックな、今回の旅になりそうですね。旅というか今回の工程、今日の工程はそんな感じになりそうです。それでは引き続きドライブしていきましょう。はい、今、道の駅蒲田ですかね、山陰道入りまして、
ちょっとトイレ休憩に、サービスエリア寄ったんですが、道の駅と一緒になってるみたいですね。夕日パーク浜田と、書いてありますが、これなんか景色がいいみたいです。ちょっと見てみましょうかね。はい、展望台じゃないんですけど、パーキングエリア、道の駅、夕日パーク浜田からの景色はこんな感じですね。確かに景色は良いです。あの橋が見えてますね。はい、今ですね、島根県の山陰道を走っておりまして、夕日パーク浜田というところに入ったんですが、この時点でなんと2時50分ということでですね、もう岩見銀山を経由していっているとですね、あの宿にたどり着かないということが判明しまして、残念ながら、時間の関係で岩見銀山は今回はあのなしということにしました。このままストレートに宿に向かっても、宿到着が5時6分と出てますんで、これはねちょっとあの舐めてましたね、島根県の移動距離を。あの土地勘がないだけにですね、一軒またぐだけで、まあ、どのぐらいかかるかっていうのがちょっと、想像がついてなかったんですが、ちょっとねやっぱ土地勘がないところはね、移動距離を多めに見とかないとダメですね。まあ、今回はまあドライブツアーみたいなところもありますから、もう車で知らない土地を巡って満足という感じにしたいと思います。はい、岩見銀山を諦めてですね、玉造温泉向かっている途中で、なぜかナビのルート案内を間違えてしまったのか、一般道に降りちゃってですね、ちょっと一般道走ってるんですが、岩見足立美術館というのの前を通りますが、なんかユニークな形の橋があるんで、ね、とりあえず GoPro 回してみたんですが、なんか不思議な形ですよね。はい、この橋をくぐってまたひたすら、松江方面に走っていくという感じですね。岩見海浜公園と書いてあります。なんか結構ユニークな構造物がちょっとちらっと見えましたが、まあもうなかなか来ることはないんだろうと思います。またこのままひたすら走っていきたいと思いますが、今もずっとね、あのクルーズコントロールで走ってます。一般道とはいえですね、トヨタレクサスのアダプティブクルーズコントロール、レーダークルーズコントロールとですね、レーントレーシングアシストは、まあ、全車速領域で一般道でも効きますので、まあ、もちろんハンズオフではないのでしっかりハンドル握っている必要はありますが、まあ、今もね、レーンキープをしてくれて走っているので、しかも前の車に追従してアダプティブクルーズしてくれているので非常に楽ですね。一般道でもかなり運転支援賢くなっているので、昔の車に比べても全然賢くなってるんで、レーンをなかなか逸脱もしませんし、ステアリングサポートもしっかり効いているので、かなりね、ドライバーの疲労感は軽減されてると思います。だから私も、今ここまでで、1200キロ埼玉から走ってきましたが、疲労感はそれほどではないんですよね。まあ、今晩もですね、玉造温泉で、ちょっと一風呂浴びて、まあ、旅のね、そんな疲れてはいないとはいえですね、ひたすら座りっぱなしにはなってるんで、血行とかは悪くなってそうな感じなので、温泉でね、疲れを癒しながら、旅を続けたいと思います。はい、今ですね、山陰道の、松江玉造インターを降りて、お宿に向かっていきます。岩見銀山を諦めてもですね、宿の到着が5時半過ぎということで、まあ、途中トイレ休憩を挟みながらだったんですが、まあ、予定より結構遅くなってしまった。チェックインが5時45分ぐらいになっちゃいそうですね。もう夕日が海に反射して綺麗ですね。さすが松江の夕日は綺麗そうですね。しばらく
走って、お宿の方玉造温泉で今回は宿取っていますので、そちらで、泊まりたいと思います。はい、玉造温泉着きました。およそ 300m 先、右方向です。今日のお宿はこの辺りということなんで、なんか結構温泉街の情緒があるというふうに伺ってますが、これじゃない？ここですね。間もなく右方向です。その先、今日のお宿は見つかりましたが、温泉街的な感じになってるのだろうか。ここ曲がるのかな。でも建物はなんか歴史を感じるような感じになってますな。はい、今玉造温泉の河原をね、宿出た後の河原のところをちょっと散策しています。玉造アートボックスというなんかなんだろうか、ありますね。入ってみる。そして河原を少し散策できるようになっているみたいです。浴衣を着て歩いている人も結構いましたね。なんかレトロな何屋さん。まあ河原を散歩するのは何にせよ気持ちのいい感じはします。ただいまの時刻すでに、夕方6時を回って6時、15分ぐらいですね。結構遅くなっちゃいました。立派なお宿も結構たくさんありますね。山田のおろち神話と書いてありますが、はい、こんな感じで川が流れてる。内側はこんな感じですね。上に山陰道道路が見えます。なんか風情のある河原になってますね。足湯なのかな。ここ足湯だったのでちょっと入ってみたいと思います。源泉がね70度あるということだったんで、こっちの上流の方はね、むちゃくちゃ暑いんですが、ここはあちょうどいいぐらい、40度ぐらいですかね。ぬるめと書いてありますが、ちょうどいいぐらいですね。そのまま川に流れているような掛け流しっぽいですね。いや、これはいいんじゃないでしょうか。いいですね。玉造温泉来たら、この河原の足湯入ると良いと思います。はい、といった感じでね、石見銀山は見ることができませんでしたが、玉造温泉にはね、なんとか6時ぐらいに来ることができてね、夏至が近いんで明るかったからまだね撮影できましたけれども、まあ、こんな感じで足も入ることができたと。で、河原はですね、このようにですね、歩道から下の河原のところまで石段で降りてくることができまして、橋のね下を歩くこともできると。これもね、なんか、なかなかね、普段味わうことができない風景なんで面白かったですね。ちょっとアドベンチャー的な雰囲気あります。で、橋の上にね、車がぎっしり止まってますが、その脇にあるね、お宿の駐車場代わりになっているということで、まあ、お宿以外にはね、車使わないんで、まあ、専用の橋みたいな感じになってるんですかね。結構ね、フォトジェニックな街並みになっていて、良かったですね。美味しい空気無料と。Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender.